まだいじめでね、命を落とす人は亡くならないけど、何かが変わっていくんじゃないかな。昨年2月の大津地裁の判決に続き、これまでのいじめ訴訟を大きく前進させるもので、画期的な司法判断だと思っております。今回の高裁判決は、いじめを許さないという司法の強いメッセージだと、重く受け止めたいと思います。これまでいじめ実施をめぐる訴訟では、被害者が高裁で逆転敗訴するケースが多かった。しかし、今回の大阪高裁の判決は、被害者に立ち塞がってきた大きな壁を突き崩すものであり、被害者救済の道を開く先駆的な判断であると高く評価したいと思います。本当に今、一審に続き、二審でこのいじめと自殺というものが、の因果関係が認められ、特別損害ではなくて通常損害として、認められたことは本当に司法判断としては、初めてなんですけれども画期的で、息子にはおいてはまだいじめでね、命を落とす人は亡くならないけど、何かが変わっていくんじゃないかな、そう伝えてやりたいと思います。